よし行くぞテンション高え。なんだっけ、はい、トランセンデンス。トランセンデンス、もうタイトルが出てこなかったね。はい、はい、予告編を見てね、はい、貴族先生のこの予想いきます。はい、お願いします。発表しますよ。はい、じゃじゃん、はい、アメリカ政府所属の科学者ウィル、うん、ウィルは自爆テロによって瀕死の状態となる。おらま、はい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 見たわって見たわ。撃たれてませんでした。嘘ダーンって撃たれてません。撃たれてない。爆発じゃなかったの？爆発してたけど、そこじゃないって。あ、そう、なんか撃たれてた感じ。俺なんか自爆テロってのがそのなんか、あ、そっか、こういうの好きじゃない、うん、まあね、はい、はいはい、そして、うん、ウィルには妻がおり、ウィルの妻、エブリーの手によってスーパーコンピューターにインストールされることで生き延びる。はいはいはい、はい、ね、その通り。いや、そんな感じでしたね。だってこれ、あの、すみません、こうチラシに書いてありました。予告する、ま、あの、予想するまでもない。はいはいはい、安牌を拾いに行っております、私。こっからですよ、うん、だんだんこっからですよ、うん、エンジンが始まる。はい、それで、はい、電子化されたウィルは、うん、なんだかんだっていたずらを始める。そうなんだな、これが。何いたずらってどういういたずらすんの？だってほら、なんだってできるんだよ、いろんな情報をこうさ、ね、うん、手に入れてさ、うん、なんだってできるんだよ。何すんの？何する？監督って何する？ウィルは、ウィルはこうするよ、うん、ウィルはこうするよ、うんうんうん、政府施設のモニターに、うん、ポルノ画像を流す、うん、これ慌てる政府か。子供じゃねえか子供じゃねえか中学生のなんか天才的なハッカーぐらいな感じじゃないか。うん、そういうシーンないかな。いや、あるある、これワンポイントである、こういうのあるから。じゃあ次、あ、これ、うん、こっちの方が自信ある、うん、自分の悪口を言った人間の家へロケットを打ち込む。あー、ダーン殺しちゃうんだ。ダーン、これだってロケット打ってもダーンってロケット打ってたっけ。打ってる打ってる、これ打ってる、ロケットの端を打ってる。あいつ昔海賊だったんだぜ、ダーンって打ち込む実は余計なこと言うな、ダーンって言ってワイレツオブカリビアンじゃねえかそんな感じ。はい、であとなんか考えようと思ったけどね、考えてなかった。あ、ほんと。そんでもって、うん、やっぱいたずらっ子のね、うん、ウィル、うん、今日画期的じゃね、うん、俺ウィルとかさ、うん、エブリとかちゃんと覚えてるんだよ、名前がね、うんうん、読んだから、うん、まあチラシ書いてあるからね。そうそう、うん、ウィルとエブリ、うん、以外は分かりません。はい、手を焼いたアメリカ政府は、うん、エブリンをコンピューターに送り込む。ほう、妻ね。ほう、そしてそしてね、うん、愛が地球を救う何それ、そこを知りてんだよっていう。何それじゃあでも偉いの、偉いのが、うん、あの黄色の T シャツ着て100キロ走るとか書かなかったことが偉いと思わない？なるほどね、24時間テレビですか。で俺はここまで書いた時に考えたんだよ、うんうん、つまりどういうことだろうな、うんうんうん、結局愛が地球を救う、うん、どうだと思いますか。どうなんですか。こうです、お金が集まる、考えましたよ僕だって、うん、エブリンは妊娠していた、うん、ほう、この子のためにも考え直してウィル、うん、なるほどね、うん、死ぬ前に。でもこの話30分ぐらいで終わっちゃうねどうなんだろう、ひたすらウィルのいたずらをやる映画なるほどね、すごい話してるな死ぬ前にだから子供がいたんだ、うん、子供作ってたんだ、うん、なるほど、ね、これぐらいしか考えつかなかったよ俺もあのね、これ、うん、チラシのあらすじの最後の結末は、うん、ね、そしてエブリンにも選択の時がみたいな、ほー、妻にも選択の時がみたいな、何選択するんだって俺ちょっと考えたんだけどさ、うんうん、選択肢が思いつかないっていう、産むか産まないかみたいなあ、そういうこと産むか産まないか産まないっていう選択肢ある分かんない、きっと産むんじゃない、まあきっと産むよね、そうなったら。なるほどね、
今日もなんか俺物足りない感じだったんで、うん、最後に、うん、これ最後に、うん、最後に、うん、最後に僕皆さんにねお伝えしたいことがあります、うん、はい、あのねこれ劇場これ予告見てね僕も気づいたんですけどね、うん、あのね、うん、ムビチケを購入すると、ゼップ IC パスケースがもらえます、はい、一般1400円です、うん、ぜひねムビチケを買ってください、はいお前は何かの手先かIC パスケースがねもらえるらしいですよ、ね、デップの、ね、デップの IC パスケース欲しいでしょ、分かる、えデップ IC パスケースって分かる、あれでしょ監督、ちなみにスイカとかを入れるケースでしょ、あ知ってた、いやそれはそれぐらいは分かります、そうなんですよ、iPhone とかさほらお財布携帯使えないから、うん、こういうのを入れておくと、うん、はい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 、はい、なんだろうな、それだけでもこういけるっていうか、あーなるほどね、お財布ケースが、そうそう、これでスイカとかパスも入れたらそれ iPhone でなんだろう、自販機でジュースが買えるとかね、はい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 、コンビニとかでもね最近使えますよね、うんうんうん、なるほど、何 IC パスケースも IC、うんうん、IC パスケースいいっすよ、あ本当ですか、はい、もうなんか思ったことも使ったこともないですけど、僕まだスマホじゃないんであんまり関係ないですけどねあれでしょ、ボタンがいっぱいついてる携帯使ってる、そう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 、あれいいよ日本はもうガラパゴス化すればいいと思うはい、まあそんなこんなで、はい、ムビチケね買ってください、はい、みんなで僕らはムビチケ買いに行きましょうよ今から、ね、そんな感じですはい、ありがとうございます、続いて監督の予想いきましょう、はい、僕の予想次の動画で予想させていただきます、はい、はい、じゃあね、じゃあね、ムビチケ買ってね。